こんにちは10月14日金曜日午後5時になりました今週を振り返り来週を先取りする日経ライブレビュープレビュー BS テレ東キャスターの岸本芳生です早速レビュー今週日経電子版で読まれた記事のランキング1位はプーチン氏厳しく報復機遇攻撃とロシアが一方的に併合を宣言したクリミア半島の橋が攻撃を受けたことの報復としてウクライナへのミサイル攻撃乱発をしましたますます終わりの見えにくいウクライナシ 銀行が引き起こす世界的なインフレそして金利上昇一方で日本は世界最低の金利の水準するとどうなるのかということになりますと円安ですついに昨日の深夜1ドル147円台後半に突入しましたこれを遡ると24年前の金融危機の水準を超えて32年前です1990年バブル崩壊トリプル安とこの 水準とということになります日銀が世界に逆行する金融緩和を続けた結果ということなんですけれども昨日から今日にかけての147円台突入の直接の原因というのは日本時間夕べ9時30分に出ましたアメリカの9月の消費者物価指数でしたこちらの記事総合指数1年前と比べると8.2%の伸びということで。 これ8月に比べると伸びがちょっと鈍ってるんですけれどもこれ、投資家が非常に気にしているこの市場の予想と比べると上回ったということがえ出ました。ということで高いインフレが続いているとなるとアメリカの中央銀行 FRB 連邦準備理事会は大幅な利上げを続けるだろうということで。 金融政策を決める会議 FOMC= 連邦公開市場委員会年内あと2回です。FOMC 参加者メンバーの見通しから考えると11月に 0.75%12 月に0.5%この利上げ あるかというところが今回消費者物価の高い伸びが続いたことで12月も0.75%通常の利上げ幅の3倍という利上げが続くという見方が強まって金利が上昇していく傾向のドルを買って 円を売るという動きがにわかに強まりました。FRB は景気が悪くなってもインフレを抑え込む姿勢ですとなると景気後退そして株価下落が起きると投資家は警戒していますところがアメリカのこの消費者物価指数発表後のニューヨーク株式市場一時急落したんですけれども実はその後急反発で終わりました。で一夜明けた今日の日のの経平均株価の終わりでも 2万7090円ということで一時900円を超える急反発を見せましたただ、こちらの記事見てください。株900円高 ただ、上げは今回も短命化ということで、えー、アメリカの利上げの路線は変わっていません。世界的なインフレや景気悪化懸念、アメリカのこの利上げ路線続くということで、相場の環境は変わっていないということで、多くの市場関係者は冷ややかにこの状況を眺めています。FRB の金融政策に振り回される形の,この日本を含む世界経済なんですが、専門家が日経電子版にコメントをする Think、 えー、日銀の元審議員、まさに中央銀行の金融政策を決めていた一員だった白井さゆりさんです。はい、アメリカのように世界経済および金融市場におけるシェアが大きい国の中央銀行の金融政策は世界に大きな影響を及ぼすということ、そこにウクライナ戦争によるエネルギー価格高騰からくるインフレ問題があり、さらに問題を複雑化しているということになります。さあ ドル高円安、いろいろ問題があるんですけれども私たちの身近なところで言うと原料を輸入に頼る日本物価が上がります特に企業の間のものの値動きを示す企業物価指数大きく上昇しまして昨日発表された9月もう10%近くの伸びということになっています。では消費者物価はどううかというこ いうと8月の時点では2.8%、まだまだ低いということなんですがこれがどうなっていくかということで来週のプレビューです、金曜日の21日に最新9月の消費者物価指数が出ます日本でも消費者が値を上げるような値上がりに今後なっていくのかここが注目ですそして中国では5年に一度の共産党大会が開幕します。 習近平氏、これまでの2期10年というパターンを変えて3期目の長期体制入り確実となっていますけれども中国がどこへ向かっていくのかそして経済面ではこの18日火曜日に7月から9月の GDP 国内総生産も出ます。ということで日経ニュースプラス9では19日水曜日に専門家を招いて徹底分析します。さて ここで日経ライブのお知らせがあります日本経済新聞グループでは超有感や電子版ではお伝えしきれない情報やサービスを提供する日経プライムをスタートします十八日火曜日ですね えー、午後6時からです中国 BYD 世界へ迎え撃つ欧州勢パリから探る EV 次の名手。そして翌日19日水曜日は午後2時からシーテックで探る製造業の勝ち筋鍵はオタクプラステックということで、えー、日経モビリティと日経テックフォーサイトのそれぞれの編集長が専門家と読み解いていきますどうぞご視聴ください日経ライブレビュープレビュー来週金曜日も午後5時にお目にかかりますそれではごきげんよう